青谷運動に従事。大阪府堺市出身。大阪府立三国岡高等学校卒。1973年から3期にわたり、大阪府議を務め、黒田革新不正の与党議員として、府議会を支えた。1979年の第35回衆議院議員総選挙に、 病気療養で引退を表明した荒木博から地盤を受け継ぎ、大阪府第5区から日本共産党公認で立候補し初当選を果たす。母とこの願いをまっすぐ国会に届ける母親政治家をキャッチフレーズに衆議院議員を7期21年務め、2000年に引退地盤を真鍋実に譲り、以後は党の中央委員などを歴任する。 1985年、現職首相であった中曽根康弘の5つの政治団体にジャパンライフから、経営1000万円の献金が行われていたことを国会質問で追及した。ジャパンライフは当時、マルチマガイの商法を行ったとして消費者からの苦情が国民生活センターに多く寄せられていた。 選択的夫婦別姓制度実現に向けた活動を、遺伝子組み換え食品の表示制度に向けた活動をした。2009年7月に病気で倒れて、以後、闘病生活が続いていたが、2011年3月31日、蜘蛛膜下出血のため77歳で死去。ABCDE、新定現代政治家任命時点、中央、地方の政治家4000人に違い、 アソシエーツ、2005年。P465 ハット AB、藤田澄、元衆院議員が死去。日本経済新聞電子版。https, r 日経 .com、アーティクル、ヤグジュベンゾ 26014120S1、a 4 0 0 c 1 c c 1 2 0 1 7年2月26日、閲覧。藤田澄さんを忍ぶ会に、参加。 国田刑事日本共産党衆議院議員のブログより、千木 NT で藤田澄さんや、女性講演会と宣伝、岸和田で、新聞赤旗の、おすすめ、宮本武日本共産党衆議院議員の、ブログより第103回国会衆議院物価問題、等に関する特別委員会、第2号昭和60年11月21日発言番号267、 藤田住第103回国会衆議院物価問題等に関する特別委員会第2号昭和60年11月21日発言番号256横溝正夫政府委員第125回国会衆議院法務委員会第2号平成4年12月8日選択的夫婦別姓制度法制化の早期実現に関する請願の紹介者日本政教連 組み替え食品で表示制度の確率をアピール採択第29回、淀川家族派絶理大会や、藤田澄さんを忍ぶつどいに参加、宮本武史日本共産党衆議院議員のブログより、ありがとうございます。